飛びながら、花の蜜を吸う緑、蜂鳥袋蜜水、極楽鳥化の、過蜜を舐める、平を昼や森蜜食動物とは、菱植物によって生産される糖分豊かな液体を、選択的に食物とする、植物食動物の一群である。蜜食を過蜜食、蜜食動物を過蜜食動物とも称す。皮脂植物の関わり方によって、倉庫なしあるいは糖蜜者に分けられる。 学名、ネクターバーは、ギリシア語起源のラテン語ネクターと、ラテン語ボーアから合成された造語である。蜜植動物として挙げられるものの大多数は、昆虫類であり、一部の鳥類と合わせてほとんど全てと言えるほどであるが、爬虫類のヒルヤモリ属や、有体類の袋蜜水、翼種目の小翼種木といった、哺乳類もいる。蜜植動物のうちのかなり多くの種は糖蜜者である。 蜜を接触するに際しては、長い糞や舌を持ち、花粉との接触がほとんどないため、植物が蜜の生産の主目的とする受粉に対して貢献しない。倉庫な者となるものの多くは、長い接触期間を持たない種類の動物であるが、蝶目昆虫を倉庫な者とするように進化した植物もある。蜜植動物と、その関連で特筆に値するものをここに示す。なお、 哺乳口食肉目ククマ属も蜂の巣から蜂蜜を食べると知られるが蜂の巣を襲う場合は蜂の幼虫やサナギを食べることを主目的としており花鉢類の巣だけでなく蜜を蓄えないカリバチ類の巣も同様に襲う。ありがとうございます。